Activating combat mode. バカリンゴって何だよ。正式名称バノーラホワイト。一年中好き勝手な季節に実をつける。村の連中は親しみを込めてバカリンゴと呼んでいる。農園のリンゴは食べ放題だった。よく言うよ、立派な泥棒だ。貧しさゆえだ。いいわけだ。 しかし、そんな俺にも誇りはあった。地主の家に村で一番大きな木があった。そのリンゴが恐ろしくうまいという評判だったが、俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。親友なら食わせてくれって言えばいいのに。誇りというのは 厄介なものだ。で、ファースト昇進とどういう関係が？知っておいて損はない。<笑>関係ないんだな。笑い事じゃないぞ。 まもなく B 隊が爆発を起こす。それが合図だ。その混乱の隙に俺たちが潜入する。ああ、俺は砦中心部に爆弾を仕掛ける。お前は正面から突入して。<笑>で、好きに暴れろ。任せろ、そういうのは得意だ。<笑>まだかよ B 隊。 その剣使ってるところ見たことないぞ。まじない専用なんてもったいなくないか。使うと汚れる、かける、すり減る。そっちの方がもったいない。マジで言ってんの？ああ、俺は貧乏性なんだ。笑うところか。作戦開始。
庫を通すわけにはいかない。敵は一人だ。援軍で迎え撃つぞ。Activating combat mode.簡単すぎてあくびが出るぜ。気を抜くな。ウータイ軍には対ソルジャー用の大型モンスターが存在するらしい。砦のどこかにいるはずだ。そいつを倒せば俺ファーストになれるのか。仕事の成果次第だな。お前の役目は陽動だ。派手に暴れてウータイ兵を引きつけろ。そうすればラザード統括の評価も上がるはずだ。そんなの楽勝だぜ。任せろ。Conflict resolved.
Activating combat mode. ここにいたはずだが、逃げ足の速いやつめ。卑怯だ！Activating combat mode。ブレ！ブレ！はっ！決まった。こちらラザードだ。砦のあちこちに敵が潜んでいるようだな。難攻不落の評判は伊達じゃない。ああ、今もさ、回転する壁を調べていたら襲われちゃったよ。他の壁も同じかもしれない。くれぐれも注意したまえ。Combat mode. Blah!
ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。としてもここで食い止めろ。全員構え、撃て。ここで終わりだ。もうじき援軍が来る。逃げられんぞ。声がするぞ。このタンブリン砦でソルジャーごときに落とされるような要塞ではない。敵はどこから現れるかわからん。くれぐれも気を抜くな。ソルジャーは確かに強い。だが故郷を守るためならどんなに強敵であろうとも立ち向かわねばならん。たとえこの命が散ろうとも、ウータイの辞書に撤退という文字はない。の撤退だ。形勢不利なら撤退もまた立派な戦略。だけでよかったのに大したものだ。よくやってくれた。そのまま先に進んでくれ。
あそこが砦の中央部。Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. より修行は苦手。二つ故郷を歌い守るため。三つ醜い神羅のソルジャー成敗してくれよ。なんだお前。ウータイ最強の戦士。こっから先は私が行かせないよ。子供、こんなところにいたら危ないぞ。さっさと家へ帰れ。帰るのはそっちだ。これ以上進むって言うならこの私を倒しなさい。参ったな、ガキと戦えって言われても。シュシュシュ、どうだ、参ったか。シュシュシュ、うおー、行って、やられた。どうだ、これが私の実力。ウータイの平和は私が守る。やれやれ、元気のいい子だな。さあ
仕方仕方